こんばんは。ゲリラです。ゲリラ配信ですが、皆さんこんばんは。お疲れ様です。ちょっとね、なんかスマホスタンドがなくて今めっちゃ不安定な状態で立ってます。お疲れ様です。服装かわいい。これね、これあれなんですよ。なんかカラーズっていうイベントに出た時に、なんか持って帰っていいよって言われて持って帰ったんです。なんかみんなにこれおきちゃんっぽいって言われて、じゃあもらおうって思ってもらった。めっちゃ日焼けしたかも今日は。お疲れ様です。お疲れ様です。めっちゃゲリラだけど。そう、なんかシーンのやつなんかねもらった。お久しぶりに配信見に来ました。こんばんは。ありがとうございます。ライティングがいい感じ。これね、消えるよ。この光消えるよ。めっちゃマックスにもできる。でもマックスにしたらちょっとちょっとあまりにも顔がテッカテカテッカテーカーみたいになっちゃうんでやめときます。明日はバスツアーですね。よろしくお願いします。なんか台風本当に、なんかでもギリギリ行けそう。意外と台風があんまねずれそうな感じだけど、東京雨じゃない。え、なんか今日朝とかは降ってたけど夜は降ってないですね。明日来る人来る人、行く、待ってます。お、結構いる。行くって人が待ってる。プリンセスになっちゃう。プリンセスになるイベントがあってプリンセスになっちゃいます。ぜひロックハート城でお会いしましょう。待ってます。ちょっとアイスカフェラテでも飲みながら。今日は L です。まあ今日も L なんですけど、いつも L なんですけど、今日は大きめの L です。カフェインを入れます。まあ プリンセス優香に会いたかった。なんか第二弾プリンセスあればいいけどね。まああの初段ということで。遊園地楽しそうでいいね。そう、今日ねメールとかに書いたんですけど、そう西武遊園地行ってきました。所沢、埼玉の。マジでなんか私体力すごいんだなって思いました。なんか昨日サマステとか歌バースでめちゃくちゃ汗かいて、もうね倒れそうなぐらい踊ってたのに、朝11時ぐらいからもう埼玉に、東京から埼玉にもう1時間ぐらいかけて行って、あのね夜まで遊園地いて帰ってきました。もう本当にね、なんて体力なんだ、まだまだ体力あるなって思いました。めっちゃ私はどこにこんな体力があったんだって思って。でさっきはホテル着いて、あツアーのレッスン
ツアーの自主練しないとやばいなって思ってツアー踊ってみたいな配信終わったらマイカーでもやろうかなぐらいのなんか、うん、ふっかる今日びっくしびっくりふっかるです。マジで昨日もう秒で寝てめっちゃ寝たんですよ。でも一回どっかで起きて昨日サマステとか歌バーション終わってもうクタクタになってしかもそれも割とオールで行ったからあんま寝れなくて楽しみでサマステが1時間2時間ちょっとしか寝れなくて踊って帰ってきてクタクタになって寝てでどっかで起きてみちさんにみちさんと話してでも全然なんか会話とか覚えてないんだけどなぜかみちさんがカステラをくれてカステラ ありがとうございますこんなカステラありがとうございますって言ってカステラ置いて寝て起きてカステラ食べた6時ぐらいに起きました。カステラはねなんか私が多分一昨日カステラみちさんの前で食べてたから買ってきてくれたのかなって思った。なんかカステラくれたんですよ。セブンのあのセブンのしかも1個入りとかじゃなくて3つぐらい入ってる結構大きめのカステラをなぜか買ってきてくれてマジでなんか寝てたから私ほとんどなんか聞あんま聞いてなかったんやけどなんかくれたんですよね。私が起きてみちさんと目合った瞬間なんかこうバッてカステラを落とされてえっみたいな眠かったからその時はあーこんな大きいカステラありがとうございますとか言ってうん食べましたね。美味しかったです。まだ2個ぐらい残ってるけど福砂屋じゃなくいやセブンの私セブンのカステラめっちゃ好きやから食べてたんですけどもらった美味しかったです400カロリーぐらいあるけどでも起きたらもうみちさんはいなくてあのスケジュールが私と違うからもう帰っててあれ夢だったのかなみたいな。でも机の上にはカステラがあって夢だけど夢じゃないってなりました。夢だけど夢じゃなかった本当にあったんだカステラってなりましたね。沖八割ちゃんが八割ちゃんが出てきました。私の中の八割が本当にカステラちょっとトトロと混じってるかもトトロ八割トトロ原作の八割ちゃん。そうなんですよ。で、まあ、今日は西武遊園地に行ってきて西武園遊園地あのね知ってます？なんか私もなんか確かに TikTok とかで結構最近見かけるなって思ってた遊園地だったんですけどあかりんさんにがなんか行こうって言っててでもちょっと台風雨とかも心配だったんだけど意外と大丈夫で行ったんですけどなんかねすごいあの昭和なレトロな商店街がある遊園地でめっちゃすごいんですよ。なんか昭和ガチ昭和みたいな感じでなんか本当に至る所で急になんて言うんだよショーっていうかなんか昭和な日常のショーみたいなのが開催されてなんか八百屋さんとか警察官と か喫茶店の娘さんとかのめっちゃ面白かった。なんかずっとショーだけで楽しかったね。なんかねなんかそこに行ったらお金がなんか
なんかその園独自のお金になるんですよ、キッザニアみたいな感じ で私使い切れなくて持って帰ってきちゃったんだけど、見てください、このお金でご飯とかお土産買うんですよ、すごくない？これなんか使い切れなくて持って帰ってきちゃった。でもこれ今日しか使えなかった。レオくん、そうそうそう、手塚治虫先生の。これ10円だけど、なんか10円以上の。自宅で人といるの初めてかもしれないなと思って、そのライブ以外で、もうなんか本当にめっちゃ気になってしまった。うわーって。チャンネル更新待ってます。おきチャンネルね、そうなんよね、おきチャンネルもうなんか NG いっぱい出されすぎてなんか心折れた。でも投稿はしたい、待っててください。だから個人ファンクラブは割と緩いから、そっちにあげようかなって思う。待ってます、ありがとう。しかもカメラ壊れたんですよね、カメラ新しいの欲しい、カメラ買わなきゃ。なんか iPhone で撮ってみたけど、なんか一人だからどうしてもやっぱ内カメになるっていうか、内カメだと若干画質悪い。勝手にアップしてみたら怒られる。私自分のアカウント自分で管理してないからね、あのパスワードとか知らないんですよ。もう自分で管理してたらもう一回上げてみるかって思って上げちゃうかもしれないけど、お上品にあの事務所管理なんですよ YouTube は。お上品にっていうか、お上品に、うん、そうなんですよ。だからあれはもう自分のっていうかグループのチャンネルみたいな感じ。でも次なんかちっちゃいやつ欲しいなって思ってる、カメラ GoPro みたいな。うん、今はとりあえずちょっと個人ファンクラブの方を優先で、 SNS はお腹が鳴る。今お腹鳴ってる。ちょっといっぱい SNS あるから優先順位を決めてやっていこうかな。なんでぜひぜひ皆さん待ってます。個人ファンクラブ早くメールも一体型にしてほしい。そうしたらめっちゃいいのにな。個人ファンクラブってどんなですか？なんかブログ、フォト、あとは動画が見えるのと、あとは個人ファンミーティングに参加できるのと、個人ファンクラブ専用のグッズが購入できるようになります。そういう感じ、コンテンツとしては。グッズ購入した、ありがとうございます。またでもなんか新しいやつやりそうだよね、個人ファンクラブ限定みたいなグッズ。
ペサポにはもう動画あげないですかね。スペサポにあげようとしてたやつは私は個人ファンクラブにあげようかなって思ってる。スペサポは何投稿しようかな。なんか自分の動画は個人にあげようかなって考え中。スペサポは逆に自分のファン以外が見れるから、ファンの方以外が、メンバーとかにしようかなで、今はそういう感じかな。使い分けが大変。いやそうなんよ。だからもう私は一番漏れたって思ってももうそれを個人ファンクラブに回してるから、ツイッターとかちょっと若干漏れてないいっぱい人が見るのに若干漏れてないそう、自分の中ではね、人から見たら分かんないですけど、一応ね、私のためにね、こんなね、すごいたくさん、なんかありがたな人にはちょっと一番漏れたやつを見せよう計画。メールはもう逆に、もう今日のメールを見た方は分かるけど、もうああいう感じもう今日のメールを見た感じ分かるわ。あんぐらいゆるゆるです。もう加工もなんか何もしないぐらいの、もう取って出し、超取って出し、メールはもうフィルターとかもかけず、あれはでもちょっとネタなんだけど今日のメールは、そうなんですよ。一瞬誰かと思った。あれ本当にもう取って出しよ、取った瞬間に載せた。個人ファンクラブコメントできるようになればいいんですけどね。なんかブログとか、ね、なるべくねコメントができるようになったらめちゃくちゃありがたいのになって思ってるから、ちょっと言ってみようかなと思う。そんなパッて作れるもんなんかな。そう、返信見たい。迷い中です。何のリアクションがないのがね、なんかちょっと悲しいというか寂しいというか、なるべく早く作れることを祈っております。なんかハッシュタグ作らないのってよく言われるんだけど、ハッシュタグなんか分かっちゃわない、まあメールの返信もそうなんだけど分かっちゃわないかなって思ったり、まあ、そんなすごい閉じられたコンテンツにしたいわけではないけど、なんか特別感は出したいというか、そのそこに入ってる人だけの、迷うよね。そうね、 X に返信。他のメンバーはどうしてるんだろうって思っちゃう自分もいるんだな。サークルは大丈夫ですねサークルだってなくなった時に全部バーって出てきたらもうどうすんの。個人情報ビャーだよ。なんか一時そういう問題ありませんでした、サークルなくなる問題みたいな。その X が、ツイッターから
X に移行するにあたって一応ねサークルはまだあるから、サークルで返信してる人とかもたまにいるけど、これもしなくなった時全部出るんかなって高見の見物と行こう。まあそうなんですよね、まあ、早くコメント欄ができるようにちょっとスタッフさんに聞いてみたいと思います。そうなんよ、私はもういち早くその BBS 的なのができてほしいなって思ってたから、個人ファンクラブで早くできますようにお願いしますね、お願いしますだわ。BBS 懐かしいでしょ、ホームページだよ個人ホームページだよ。ファン同士の交流の場はあってもいいかも。ミクシーでやりなミクシーでやりな、ミクシーで、ミクシーがあるだろう、俺らのミクシーでやりな、ミクシーがあるだろうミクシーだ、それはもうミクシーだ、ミクシーに熱い思いを馳せなさい。謎のミクシー推し、そうでも私ね意外とミクシーそんなに使ったことない、あったかな、古い記憶だけどあんま使ってなかった気がする。え、やってたかな、ほぼやってない、うん。ミクシーまだあるん、え、終わったんじゃなかったっけ、なんか一時を境にあったかな。私はちなみにあのミクシーは多分やったことなくて、アメーバブログのなんかミクシーバージョンみたいなやつをやってました。まだある、じゃあもうミクシーじゃん、じゃあもうミクシーに行くしかないで、なんか好きなラノベについて語るグループみたいなに 入ってました。小学生ぐらいかな。いや懐かしい、懐かしいよ。ギョエギョエ、オキちゃんも一緒にどう、全然招待してくださいミクシー全然全然待ってます。ラノベ何読んでたか気になる。いろいろ読んでたけど、うん。懐かしいね。小学生の時はラノベブームだったね。アカウントあるん？ないですね、多分使ったことないですね。思ったけどなんか記憶を頑張って辿ってみたけど、ミクシー使った記憶あんまないかも、うん、ただめちゃくちゃなんか名前は知ってるというか、なんか大きな存在だった。ちょっと小学生だったからなんか入れなかったけど、入れなかったっていうかやる機会はなかったけど、すぐ近くにある大きな存在でした。ミクシーかーって憧れるなって
きな存在でしたね。まあファンの方同士でなんか語り合いたいときはぜひミクシーでよろしくお願いします。モキちゃんが初めてやった SNS は何なの？初めてやった SNS？ アメブロじゃない？私はずっとブロガーだよ、何気に。私だって小学校6年生からブログ書いてるもん。アメブロじゃない？でもその後個人ホームページの方に行っちゃったけどね。ミクシー8年ぶりにログインした。すごい、パスワードとか分かったんやね。アメーバピグ動かしてた。私はねピグではやってなかったね。アメブロしかやってなかったんだけど、なんか学校でアメーバピグが流行ってて、なんか携帯とかなかったからみんななんかこう通学路でこうやって自分家に分かれるときにこう Y 字ら辺でこうこっちとこっちで、じゃあまたピグでみたいな、またピグでねって言ってピグで集合してたらしい。私はパソコンはあんま使ってなくてガラケーでやってたからピグはね見れなかったんです。クマありがとうございます。クマそうなんです。それが一番古い思い出かな。モキちゃんこんばんは。はじめまして。はじめまして、オキパだよ。小学生ブログってどれぐらいの人が見てくれるの？え、めっちゃ閉じられたコンテンツだった気がするけどね。友達とか小学校の友達とかが見てたかな。なんか中学生ぐらいからしっかりしてたけど、小学生が一番ネットリテだし、なんかずさんだったかも。テストの点数とか載せてて本当にもうありえんぐらいあかんやろ自分。今見たこうタイムスリップできるならトリップできるなら、あの小学生の時に言ってテストの点数を載せるなって、あの叱りに行きたい。今日はテストでした、帰ってきました、国語何点、算数何点みたいな全部書いてた。ありえん。写真は載せてないけどね。本当にでも今の小学生はなんか高そうだよね、こういう情報社会だと。残ってたらどうするの。いやもう消えてると思うんだよな、さすがに。消した記憶がある。時代で変わるよね。ねえ、ほんとよ。中学生の頃とかもうそういうのやってなかった。なんか私すごいたまにこう自分の小学生からなんかこう学生時代とかのこう SNS 事情話すんやけど、もう改めてあのお伝えすると、まず小学生アメブロで、中学生個人ホームページ、個人ホームページデコログ、モバスペ、はい、ここ網羅してました。はい。で高校生ぐらいからそういうのをあの個人ホームページの時代ではなくなってきたので全部やめました。はい、
そういう感じですね。以上。以上。しかも個人ホームページは全然個人情報出さないタイプのホームページです。本当にネットの創作みたいな。はい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 。コスプレツイッターアカウントとか、はい、そうです。高校1年生ぐらいかな。はい、そうです。家でコスプレしてアカウント作って、全然フォロワー増えず、はい、やめましたね。はい、よく覚えてますね皆さん。はい、そうですね、そんな時もありました。はいはいはい、初心者コスプレイヤーですみたいな言ってね、何にもね、全然クオリティの低いものを上げてね、割とそっちの方が黒歴史だ私の中では。はい、そうですね、そんな時もありましたね。はい、見たい。いやもうないよ、データも残ってないよ私の携帯には。タクコス派。岡山にコスプレのイベントはその当時ありませんでした。外にイベントはありませんでした。オタクもバレたらもう本当にヤバい時代でした。オタクバレイコールもう居場所がなくなるぐらいの排他的な時代に生まれてました。今はすごく生きやすい世の中、生きやすいです、息がしやすいです。本当に毎日アニメとか漫画とかの話ができて楽しいな。本当いい時代になったね。ね、なんであんなオタクに当たり強かったんだろうね。怖いわ。オタクに当たり強かったっていうか、広い範囲でオタクという言葉が使われるようになったからですかね。だから全然オタクではないぐらいの人でもオタクという言葉を使うようになったから、もうほとんどもう一般がもうオタクみたいな感じなんですよね。はい、まあでもそれでいいと思います。そんな世の中素敵です。コミケ行かないの、行ったことないんです。行ってみたい気持ちもあるけど、行ってみたい気持ちもあるけど、なんか私はあんまりこうなんていうんですかね、人と交流してきたオタクではなかったんで、オタクは一人でやるもののイメージが強すぎて。でもなんかやっぱ通販やってないと、やっぱその現地で販売しかやってないものとかあるじゃないですか。もう本当に買いに行きたいって思ってしまいますね。うわーって、買いに行ってみたいって思ってます。いつもなんかサンプルとか見るたびに、うわ行きてーってなりますね。行かないですけど、友達もいないんで、オタク友達が。すごい、そう、結構好きな作家さんとかもいらっしゃるんですけど、いつも行かず。そんな感じです。なんで行かない、なんで行かないか教えてあげましょうか。ビビりだからです。私は怖いんです、一人でこうなんていうんですかね、未開拓の地に行くのは。もう家でオタクするのには慣れっこなんです。10年くらいもうずっとそれなんで。でもいつかはそういうのに参加できる行動派のオタクになりたいって思う。もう私はせいぜいコラボカフェに行くので限界かな、今の行動力だと。
そうなんよね。なんかなかなか一歩に踏み出せないところですね。サーヤンと言ってください。サーヤンとコミケ行ったらサーヤンもうなんか押しつぶされちゃうんじゃないかな。なんか申し上げなくなっちゃう、あの人並みに、でも行ってみたいな。サーヤンと昨日かエナ活しました。本当に久しぶりにエナジードリンク活動したサマステの時美味しかった。やっぱライブの時はエナジーに限るな。エナ活した。コミケ一度だけ行ったけど面白いよ。めっちゃ混んでるけど。いやめっちゃ混んでそうよね。しかもなんか結構ルールとかあると聞くやん。なんか徐々に慣れていきたい。別のこうちっちゃいちょっと小規模なオンリーからこう入って、でだんだん最終目標コミケで行けるようになりたい。そんなオタクで私はありたい。地方民あるあるかもしれない。コスプレイヤーで参加。いやもうコスプレとか多分クオリティめっちゃ低いよ。システムが分かんねえ。いや私も分かってないわ。そう考えたら分からないわ。本当に20代のうちにコミケに行く、これ人生の目標にしよう。今決めた。サークル参加してよ。いや大変よ。目標できた。いや本当になんか人生の目標できた。頑張ろう。頑張るよ。あと6年。確かにあと6年あれば私は頑張る。行動派オタクになる。頑張りよう。その目標でいきたいと思います。コミケって今も何日やってるんだっけ。もう終わった。まだやってる。この間なんか写真上がってるのは見たけど。なんか何日か開催してるイメージある。土日じゃあ終わったのか。広島市だったら東区民センターで小さいコミケ。いや
やばいやばい、充電がない、充電がないぞ。充電さすか、ちょっと待っててください。よいしょ。でてねー、でかでか充電器、これをカバンに入れるとこれだけでカバンがいっぱいになるんだ。てってれてってって、いっぱい充電できる。おきえもん、充電器が重くて肩が凝ったよ。なんか私あのカバンがよく、このカバンを使うんですよ。これにポーチ、ハンカチ、財布でこれ入れたら絶対入んなくて、いつもカバン開いたまま、カバン開いたまま街を繰り出してます。もう一個大きいバッグを使うべきでしょうか。いつも足りてない。そうなんですよ。で、あのなんか買った時にあの袋もらうじゃないですか。で、袋もらったらあの充電器をそこにパッて入れる。だからエコバッグを持ち歩いた方がいいんだろうけどな。女子ってなんで小さいカバンいっぱい持つん？なんでいっぱいちっちゃいカバン持つ？そんなん言われてもちっちゃいカバンの方が可愛いからだよ。なんか理由はあるんだけど、多分私もちっちゃいカバンいっぱい持ってるし、 でもね、なんかこう私はちょっとあんまり言語化できないけど、ちっちゃいカバンは絶対必要ないよ。でも本当にちっちゃい人はガチでこんぐらいのカバン持ってるから、私は全然中ぐらいな方なんだけど、もうこんぐらいのカバンあるから。リアルな可愛いからですね。あと私は肩掛けが好きだからです、ショルダーが。その大きさで何入れる？だいたいエアポッツ入れで、そういう人はだいたいなんかあのなんていう の、 あのベルトの穴あるじゃないですか、ズボンとかに、あそこになんかこう引っ掛けてあのなんかいろいろつけてるイメージ。なんかリップとかなんかこうマルチケースとかに入れてつけてるイメージ。ポーチとかもたくさん持ってそう、女子って。女子のポーチね。でもなんか家でメイクしていったらなんか持っていくのはそんなにかも。いつもは仕事の時はもう全部持っていくからめっちゃ重いけど、私のポーチはちなみに見てください、8割ちゃんです。かわいい。これをカバンに入れてます。あれ、なんかちょっと待ってよ、充電できてないぞ。もう一回ちょっとだけ待っててください。充電できてました。私が使ってるポーチ、パウダーとこうおもちゃみたいなちっちゃいリップとこのめっちゃガチャガチャみたいなリップとちっちゃいガチャガチャみたいなアイシャドウと、ビューラー、あとでっかいリップと、なんで私こんなリップ持ってんだろう、ちっちゃいリップもう一個。なんかおかしいね、今日のポーチ。なんか
割合おかしい。ちっちゃいリップ2つも入ってた。絶対いらなかった。これまで入れて持っていきます。まあこの後リップさえあればなんとかなる。ちっちゃすぎて2個も入ってるの忘れてた。参戦しました。ポーチの中身って毎日買えるものなの。買える人もいれば買えない人もいる。これはまいちゃんがガチャガチャからねもらいました。まいちゃんがダブった8割ちゃんって。大事に使ってます。可愛いからね、ハツアイちゃんは。今日は分け目左なんや。思うねえのか。結構早々に右分けじゃなくなった。右でもいいんだけど、なんか割とツアーぐらいしか行ってないかも。ツアーの初日ぐらいしか。分け目一時書いてたけど、今日はスプレーしてないんで、すぐ、あでもちょっと肩ついてる、いかないかも。じゃんすぐ変わります。頑張れば。ちょっとなんかちょっと肩がこっちになりすぎてて変な風になっちゃった。若干顔の印象変わるんですよ。どっちも可愛い。分けてなくても可愛い。褒め上手。ありがとうございます。褒め上手だ。真ん中分けしない。真ん中分けしないね。なかなかちょっと姫入ってる。触覚かな。触覚のこと。太め最近。まあこれがノーマルオキポ。ノーマルオキポです。おでこ出さないの。おでこ出さないね、なかなか。まあ夏は結構もう汗だらだらだから割とおでこ出てるけど、広島のコミケみたいなイベント7月にやってたんや。わあ、広島から参加するのもありだな。おでこ出して、いや、迷いますね。なかなかあんまやらないよね、本当に。要検討しときます。少々お待ちください。すごい真珠のギフトや。最近は何もやってないんだね、ショールームのなんか期間限定のなんたらみたいな。背景も普通だし。なんかあれはなかった。8月の何かみたいなのは。星投げがなくなるらしい。星投げ、そうなの。何になるんだい、お品げは。
一体全体何になるんだい。ちゃ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 ん、ちゃ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 ん。デイリーミッション。ほう。よくわからん。デイリーミッションしてショールームゴールドもらう。ほう。なるほどね。じゃああれか、現実でも働いてショールームでも働かないといけないのか。お勤めご苦労様です。敬礼敬礼敬礼。頑張ってください。お勤めご苦労様です。総長。おー、命ある限りは恋せよ乙女。おお、地祭りだわ、かかって今夜金華城と。へい、チャ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 、カモン、チャ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 。私のお箱の騎士団さんの曲です。デイリーミッションって1日2回だけだよ。2回だけ。麻痺してる、それは麻痺してる。何するんだろうミッションって。50回コメントしてない、まあ1日1回しろってことかな。なんかあるのかな。何するんですか皆さん、ミッション。何するんですか。わからない。分かってない人がいます。分からないって言ってる。分かってない人がいます。誰か教えてあげてください。謎だ、分からん、まだ発表されてない。じゃあ発表されてから考えよう。今はもう何言っても分からん、誰が何言っても分からん、知らん、しょうがない、しゃあないしゃあない、後から考えればいいんだ。落ち着け。すごい、アロハってありがとう。イベントはどうなるんかな。確かにもう書けないじゃん。星投げ、コメント、カウントお願いしますっていう三種の神器。もう書けないじゃん。どうすんの、世の中のショールームやってる人どうすんの、どうなっちゃうの。どうなっちゃうの。動画はは、おきちゃんが3周理解する前に星がなくない。そうよ、私まだ星投げ3周理解できてないからね。星投げ3周、私が理解するのが先か、星投げが終わるのが先か、どっちかな。さあどっちか勝負だ。バトルしようぜ。さあどっちだ、戦おうぜみんなで。まだ理解してないの。理解できないよ、だって難しいもん。教えてくれよ、じゃあ今すぐに。私も星投げ終わる前に理解しときたいよ。やってみたかった。でも無理だ無理だ、わからん、難しい。シャシャシャ、難しいもん、わかる。あれようやるなって思いますよ。計算して何時から配信するってすごいなって。どうやったらいいんですかね、私は全然わかんないしね。だからそのなんか星投げしないといけないショールームイベントは割と避けてきたんですよ。わからないからね。今からじゃあわかりやすい教えてください。それででも人に教えるっていうのは学ぶ以上に難しいことだから、皆さんができるか見ものですね。私に理解させることができるか。
すごくない？私教えられる立場でもここまで上からでいられるんだよ。このトーク術を皆さんに授けたい。でも絶対使う場面ないし、ない方がいい。教えられる側なのに偉そうにできる方法、意味わからん。ねえ、どうしましょうかね。本当にデスバ強そう。バリ弱いです。スライムぐらい弱いです。ごめんなさい。もうなくなるから覚えなくてもいいのだ。でもどうする、今月とかにさ、ショールームイベント始まってさ、あ、もう腰投げ覚えとけばよかったみたいな、私がそういう風に陥ったら、あ、最後の最後でドンって、あの時覚えとけばよかった。どうするよ、どうするって自分が悪いんですけどね。まあしゃあない。ありえそう。いやいやいや、さすがでそこまでじゃないよ。みんな落ち着いて、麻痺してるのか。落ち着け落ち着け。そんな最悪を想定するのはいいことだけど、そこまで最悪を想定しなくていいんだよ。落ち着けよ。確かに常に最悪の立場で動くことはいいことだ。災害でも何でもかんでも。でも大丈夫、ここではそんなこと考えなくていいんだよ。まあ、とか言って会ったら本当に申し訳ございません。本当に本当に多分ないと思います。泣いちゃった。だってハチマルがいる。今日のキャラなんなん。嘘、どういうキャラに見える、どういうキャラに見える。今日の喋り最高だね。テンション高いのかな。なんか運動したし、朝日浴びて、昼も浴びて、雨も浴びて、すごいよね。もうなんか幸せホルモンみたいな、なんか日に当たったら出てくるやつ、セロトなんとか人みたいな、いっぱい出てきたのかな、もしかしたら。朝日を浴びるキーワードおもろい。何でも面白いじゃん。そんなんで笑ってたら、もう箸が落ちたらもうめちゃ笑っちゃうやつやん。そっか、星投げがなくなっちゃうんですね。じゃあ今ここに見えてる星投げてんのも最後なのか。じゃあもう飛ばなくなるってことですか、皆さんは。この飛んでるのってこの腰を投げてるからですよね。もう皆さん飛べなくなっちゃうんですか、もしかして。ね、これ飛んでるから跳ねてるんですよね。跳ねない、飛んでなくても跳ねるんですか、これ。押しじゃんできない体にさせられるのか。ピンチピンチピンチ。ギフトでも飛ぶ、マジか。飛ぶのぐらいね、タダで飛ばしてくれよって感じやけどね。まあじゃあギフト持ってない人は家で飛んでください。感じとくんで、それを。推しじゃん。大変だな。じゃあそっか、9月になったら星のなんかお別れ式したいね。そんなら8月31日とかかな。さようならって、星さようならって31できるかな。配信できたらじゃあ星のね、さようなら星参加しよう。
お待ちしてます。一番星の生まれ変わり、一番星の生まれ変わり、31までと限らないの？8月までじゃないの？ツアーか。8月30ってツアーか。それは大変だ。お星様の、9月上旬まだあるのか。そうか。じゃあ9月の中、でもそんなん中旬ってね、いつかもわからないのもなんかドキドキですよね。ねえ、だって今日で終わりだったのみたいな、知らなかったとかありそう。配信ちょっとしてない間に終わってましたとかありそう。やだやだ。20日のトークショー当選した、お待ってます、ありがとう。ね、ありえるよね、全然ありえる。だ、星なくなるってどこに載ってるんだろう、わからん。私も初耳情報すぎて、ショールームさんのお知らせとかなのかな。悲しいね、悲しいね。お知らせから、お知らせを見たらあるらしい。新幹線のワゴンもなくなる。え？そうなの？じゃあどうやって硬いアイス買うの？世の中なくなっていくものが多いのかな。そうだったんだ。グリーン車だけ残る。そうなのね。自由席指定席はなくなっちゃうのは、私めっちゃさ、こうコンビニに行けなかった時、こうもうコンビニに行く時間もなくて、もうめちゃくちゃ喉渇いたって時に助けられたワゴン。本当にワゴンが来るまで時間があって、何時からみたいな。でそれまであの YouTube で飲み物を飲む人の動画を見ながら、あの水の渇きの上をしのいだことがあったんですけど。そうなんだ。まあね、スタッフさんの負担は減るのかな。大変だもんね、あれずっと歩くのも。そうか、駅の自動販売機を増やすことで対応するらしい。なるほど、駅の自動販売機か。花火もフェンス立てられて有料です。まあね、メリットデメリットはありそうだけど、なんか治安が良くなるとか、難しい問題ですね。まあ私はなんかあのコメンテーターじゃないから、あの世の中を切ることはできないけど、あの一般のね、一日本国民としてはね、思うことはありますけども。なるほどね。新幹線お世話になってますから、本当に。コメンテーターの練習しとこう。
コメンテーターの練習か。なんか私そういう、もしなんかさせてもらうってなっても本当に私なんかこうなんだろうな、なんか悪気なくなんか人を傷つけてしまうことが多いらしいから、ちょっとあんま浮かすに発言できないな。本当にね、もういやもう悪気ないよ免罪符にするわけじゃないんだけど、本当にそんなつもりないってのが多くて、本当にね気をつけようと思ってる。最近っていうかもずっとなんだけども、そうなんです。 STU メンバーって新幹線乗る回数日本トップクラスなんじゃない？新幹線は確かに多いかも。うん、っていうかまあ時間が長いからね。サマステありがとうございました。ありがとうございました。飛行機乗る基準は何？飛行機乗る基準わかんない。でもたまに飛行機の時はある。でも広島は結構新幹線、いやこれは STU だからそう思うのかな、なんか新幹線の方が多いんですよ、飛行機より。ただ広島に関しては空港が結構遠くて、なんか16人でバーって16人とかもう48人とかで移動する時もあるから、そういう時とかは結構ね、新幹線率の方が高いかも。飛行機の時もあります。まあそんな数はないんだけど。リニアできるまでアイドルで行ってね。リニア乗ってみたいね。ちょっと浮いてるやつね。乗るまでと空港からの時間で新大阪までは着くからね。結構時間かかるんですよね。そうそうそう。でも沖縄とかは飛行機で行きました。うん。リニアは愛知県で乗れるよ。え、リニアはね、2021年のコナンの映画でね、リニア出てきたんですよ。ヒーローの弾丸っていうね、コナンの映画でね、リニア鉄道出てきてね、バチバチにもうすごいもうどんぐらかしゃーんってなってました。でコナン君が空気膨らませる、なんか超便利な、空気膨らんだらめちゃくちゃでかくなるサッカーボールでなんとか被害を防いでました。上海に行けば乗れるよ。え、リニア、この間ユミリンさんがリニアすごいよ、なんかだからこうやって動くみたいなのめっちゃ説明してくれたんだよね。でも忘れちゃった。なんかすごい詳しかったんやけど。そう、ヒーロー弾丸良かったな。リニアに興味あるの？え、だって浮いてるんでしょ？しかもめっちゃ速いんでしょ？気になるよね。電磁誘導。あ、そう、なんか磁石って言ってた。磁石ってすごすぎ。すごすぎる。私ね、ガチで
本当に胃の中の蛙って言われてもいいけど、ガチで人間が一番頭いいんじゃないかと思ってて、宇宙の中で。だっていや分からんよ、宇宙人にはもっともう知能生命体とかがいるかもしれないけど、だってさ磁石とかもさ、石とかさ、なんか砂みたいなさ、砂鉄とかから作られるわけじゃないですか。そんな石ころからさ工業科学まで行ってさ、時速何百キロの乗り物を作るってもう信じられないんだよね、本当にびっくりするもん。絶対頭いいと思うよ人間が一番。うん、すごすぎる。半導体考えた人すごいと思う。今日さスイカなんか作ろうと思ったらスイカ作れなくて、半導体が不足してますって言われて、みたいな。半導体ってなんかこうなんとなくでしかこう分かってないけど、半導体不足したらスイカって作れないんやと思って、スイカが今買えなくて駅で、だからモバイルスイカにした。カードが良かったんやけど、そう半導体がって言われて、半導体聞いたことある。一番という考えは危険だ。いやそうよね、常に最悪の事態を想定しとかんとね。でもすごくない？ほんとすごいと思う。すごい発明って何？え、エジソン。うん、エジソン。私電気とか見るのめっちゃ好きだった小学生の時で、なんか結構あの科学者の電気とかめっちゃあるじゃないですか、キュリー夫人とかエジソンとかライト兄弟とか、そういうのを見てなんか、うん、すごい人間ってすごい、私はなんて無力なんだって小学生ながらにあの自分の価値をまず知って、挫折を味わって、そこからこう何か名を残せれる人になろうって決意した。うん、すごいです水曜日のカンパネルラさんがめっちゃ大量発生してるコメント欄。踊るえ自尊自尊心そうなんですよ、なんか一つこれを作ったってなりたい、なりたい、なれない、しょうがない。でもタイムマシーン作れずに人類は滅ぶって未来人来てないから、あー今来てないからってこと？これから行くんじゃない？これから行くんじゃない？うん、タイムマシーンはこれから行くんじゃないですかね。かもワンちゃん来てるんじゃないですかね。どうなんですかね。どうやったらいけるねタイムマシーン。タイムマシーンは不可能らしいね。いや今のね段階だったらもうゼロだよね。でも多分さきっとそういうのもさガチで開発しようとしてる人もいるんだろうね。でそういうのをさ何百年何百年かけてさ作るのかな。なんかタイムマシーンは無理でもさ、なんかそれに近しいものは作れそうじゃない？なんか時を遅く感じさせるみたいな。なんか奥ちゃん未来人らしい。未来で待ってる。残念ながら現代人でございます。平成11年生まれ12月1日です。そうだね。
朗読劇思い出した。あ、そう、私朗読劇で未来人の役やったことある。懐かしいね。埼玉でやったよ。20世紀の女、21世紀の女になりてー、なれない、無理、悲しい。何するかな。でも過去に行けたとしてもさ、過去の自分に戻れるわけじゃないよね。タイムマシーンだからさ、今の自分が過去に行くわけだから、どっちかって言ったらやりたいのはタイム、記憶を持ったまま、あの過去の自分に戻ることなんだよね。今の自分が過去に行ってもさ、え、誰ですかってなるだけだから。なんかさ、たまにあるじゃないですか、こう過去に戻ってさ、こう今の学力だったらねえ、もう無双しまくるは多分振動って言われると思う。でも多分中学高校ら辺でね、あのボロが出てくるんで。のび太がそんなんやってた気がする、あのドラえもんの。3歳なのに漢字で自分の名前が書けるのねみたいな、やってた気がする。東京リベンジャーズ、そうだよ、おきみっちだよ、おきみっちとマイキー私最近マイちゃんのことマイキーっていうのにハマってて、しかもマイちゃんね、マイキーって呼んだら普通に返事するんですよ。マイキーって、オンって言われる。マイちゃんの返事の仕方、オン、ねえマイキー、オンって言われる。瀬戸内のマイキー、おきみっちとマイキーひよってるやついる？いねえよな。メビウス潰すぞ。東京リベンジャーズ見てましたよ。瀬戸内のドラケンは、まあ、コメントにあったんで、ソラ派ですかね、ソラケンですねソラケンですね、はい。おきみっちマイキーソラケンですね。お、ミチュケン、あー、ドラケン割れましたね。ミチュケンとソラケンですね。どっちがいいですかね。ソラケン、ミチュケン。まあちょっとドラさんつながりなんで、ドラさんでいこうかな。マイキー爆誕、マイキー爆誕しました。まあ前から爆誕はしてるんですけど、うん、STA でそんな東京リベンジャーズの誰々とか考え始めたら、もうそれはもうあれよ、マジスカ学園よ、ほぼほぼ何度も青あざだらけで涙を流して流して。瀬戸内リベンジャーズ。おきみっち弱そう。おきみっち弱いです。はい、すぐ負けます、帰ります。今日ね、その遊園地って、なんか遊園地のアトラクションの一つに、なんかウルトラマンライトっていう、なんかすごいあのこう座ったらこうちょっと動きながらこうウルトラマンが戦う映像を見るみたいなアトラクションがあって、めっちゃすごかったんですよ。私ウルトラマン初めて見たんだけど、もうウルトラマンって意外となんか圧勝ってわけじゃなくて、怪獣出てきて、でウルトラマンもうなんか、でなんか私らもね、なんか私もなんか隊員の一人で、なんか新入隊員のみんな、諸君よく集まってくれた、敬礼とか言われて、私敬礼してはいとか言ってだから本当に敬礼するんですよ。なんか人が出てきて、三島隊長っていう
なんか隊長が出てきて、諸君たちは厳しい訓練に耐えてよく頑張ってくれた、敬礼って言われて、なんか周りもなんかちっちゃい子とかさ、お父さんとかでさ、なんかこんな感じで私だけはいって言ってさ敬礼して、でなんかすごい、あのなんていうの、進撃の巨人の立体起動装置みたいなのをつけて、なんか人間も空を飛びながら戦うみたいなって、ウルトラマンには頼らないとか言って、なんか隊長と一緒になんか一人称視点で進むんやけど、めっちゃ怖くて、もうなんかビュワーンみたいな、もうビュン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 みたいな、でもう怪獣にねバシーンってやられて、もう私一人でずっと声出して、うわーわーわーみたいな、そしたらなんか怪獣めっちゃでかかったんです。そしたらもう怪獣よりもさらにでかいウルトラマンが出てきて、えー、みたいな、アカリンさんが隣で、えー、でかくねみたいな、なんかアカリンさんの隣で、えウルトラマンでかくねみたいな言って、私もなんかあのよくあるフィギュアぐらいのイメージで言ってたから、えー、なんか でかみたいな、しかも結構なんか街並みとかもリアルな感じで作られてて、なんかめっちゃなんていうんで、東京なのかな分かんないけど、すごいなんか家とかもなんかビールとかも全部踏み潰してウルトラマンが立ち上がって、そうなんですよ。でウルトラマンが本当はウルトラマンには頼らないようにしようってなったんやけど、ウルトラマン人間たちピンチになって、ウルトラマン戦ってくれて、そしたらさ、なんかまあ人間は立体起動装置みたいなので浮いてるんですよ、その辺に。で怪獣が人その単位めがけてなんか石とか、石っていうかもなんか家とか投げてくるんですよ。そしたらウルトラマンはこう人間をかばいながらなんか戦ってるから結構不利で、なんか私もこうなんか隊長とかがさ、行くぞみたいな、ウルトラマンには頼らないとか言って行くけどさ、えーみたいな、なんか私らが飛んでるからこれウルトラマン戦えてないんじゃないですかねとか思いながらあのやってたんですけど、ウルトラマンすごい私のことを守ろうとしてなんかビームとか受けてて、結構圧勝じゃないっていう か、 なんか結構やられてたんですよウルトラマンが。そう、私割と足手まといだった、ね、でもなんかウルトラマンとなんか私ら人間で力を合わせて、なんかこうなんとか人間も力を合わせて戦って、したウルトラマンがすごいなんかこう安らかな顔をしてこっちを見てきて、すごい安らかな顔して、でなんかドーンってあの空に飛び立ってって、えーみたいな、わかりさが、え飛んだけどみたいな、どこ行くみたいな、だから違う3分経ったんですよって、私もその知識あるから3分経ったからですよって、ウルトラマンは3分しか入れないんですって。いやめっちゃ楽しかった、本当にあれめっちゃ楽しかった。なんか期間限定かもだけどね、あの近い人はぜひ行ってほしい、あれめっちゃ面白かった、ウルトラマンライト。いやほんまに安らかな顔してた、なんか表情は多分お面なんですかね、なんか変わらないじゃないですか、動かないけど、でもなんかすごいなんか柔和な微笑みを見せてくれたんですよ私にみたいな、えめっちゃ面白かった、なんかもう乗り終わった後めっちゃテンション上がった。うん、よかったですね。56分、じゃあそろそろ終わろうかな。どのウルトラマンなんやろ、ごめんちょっとウルトラマンの知識がないんだわ。アルカイックスマイル、なんか分からんけど多分それかも。ありがとうございました。明日はバスツアーよろしくお願いします。楽しんで、一緒に来る人楽しみましょうね。じゃあちょっと台風とか帰りの雨が心配だから全然無理せずお待ちしてます。では団長やもん、明日私は朝食ビュッフェを絶対に食べたくて寝坊しないことを祈っといてください。オキちゃん食べれたって聞いてください。食べれなかったら多分悲しい顔すると思います。よし、では
壇上を読みたいと思います。13位パパパンダさん、12位ロジックさん、11位タオさん、10位アチャさん、9位師匠さん、8位ジェリーさん、7位森健銀河さん、6位テリーピーさん、5位北さん、4位ペルさんでした。13位くらいまで皆さんありがとうございました。そして3位バンボシさん、2位カズノレさん、1位がコバチャさんでした。3位から1位までの皆さんありがとうございました。壇上の皆さん、コメントの皆さんありがとうございました。いや最後めっちゃテンション上がったんだけど、本当に面白かったんですよ。多分全然また乗りたいって思うぐらい面白かった。ゴジラのねバージョンもあるらしくてね、ゴジラも行きたいな。ありがとうございました。配信ありがとう。こちらこそゲリラだったけど見てくれてありがとう。おやすみ。ぽやお疲れ様でした。またやってね。また配信したときは遊びに来てください。星はありますように。星がありますように。私はもうすぐ寝よう。お風呂入って疲れた。今日も太陽浴びて、うん、まだちょっと時間ある。ちょっと待って、時計、あ若干、ああもうないやん。おはよう。